コリン・マテルは、フランス、オート・イコール・サボワ県、サランシュ出身の元スキージャンプ選手。フランス語の発音では、コリーヌ・マテルが近い。2007年2月17日に11歳で、スキージャンプコンチネンタルカップに、デビュー、37位となった。同年のノルディックスキージュニア世界選手権では18位。2008年のジュニア世界選手権では31位だった。 2009年1月21日には自震初の一桁順位となり、ジュニア世界選手権で銅メダルを獲得、2009年のルディックスキー世界選手権では5位入賞を果たした。2009から2010シーズンはコンチネンタルカップで初めて表彰台に上り、ジュニア世界選手権で銀メダルを獲得、コンチネンタルカップ総合14位となった。 2010から2011シーズンは大幅に飛躍した。コンチネンタルカップでは6勝を挙げて、ダニエライラシコに次ぐ総合2位、ジュニア世界選手権では金メダルを獲得し、2011年、ノルディックスキー世界選手権でも銅メダルを獲得した。2014年ソチオリンピックでは1本目2位となり、2本目は8位のジャンプだったがトータルでは3位で銅メダルを獲得した。 2018年3月に自身の Facebook で現役引退を表明した。ありがとうございます。